ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル DHCP とはコンピュータがネットワーク接続する際に必要な情報を自動的に割り当てるロトコルのことを言うこの項目においては IPv4 のための DHCP である DHCPv4 を中心として説明し最後に IPv6 のための DHCP である DHCPv6 について補足する DHCP はブートップの上位互換でありメッセージ構造などは変わっていない DHCP ではブートップに比べて自動設定できる情報が増えより使いやすくなっている身近なものではケーブルテレビや公衆無線乱等でインターネットサービスプロバイダー ISP に接続する場合なども DHCP を利用して IP アドレスをはじめとするネットワーク設定を自動的に行うが一般的である。また、ブロードバンドルーターで家庭内のホストに IP アドレスを払い出ししているのも DHCP である。一方、ダイヤルアップ接続や ADSL、FTTH では、P、PP、PPPOE により設定を行うのが 一般的だが、乱型のネットワーク構成をとり、DHCP を用いている ISP も一部に存在する。DHCP には、オプションという機能があり、様々なネットワーク情報を DHCP クライアントに配信することが可能である。これにより、DHCP クライアントは IP アドレスだけでなく多くのネットワークパラメーターを自動設定することができる。 いずれも、クライアントとサーバの双方が対応している必要がある。DHCP サーバー側で、あらかじめ DHCP クライアント用に IP アドレスをいくつか用意しておき、アドレスプール、DHCP クライアントの要求に応じて、この中から一つの IP アドレスを割り当てるすと呼ばれる。IP アドレスの割り当てを要求する DHCP クライアント、 ノートパソコンなどが物理的にネットワークへ接続されると宛先 IP アドレスが255.255255.255のブロードキャストの UDP パケットを創出するダシ -P ディスカバー。このパケットを受信した DHCP サーバは前述のプールからリースアドレスの候補を選択しクライアントの MAC アドレス向けに返信するダシ p f ァ r 候補を受け取ったクライアントは、その候補が自身のブロードキャストドメイン内で使用されていないかを確認し、多くは ARP を用紙確認する DHCP サーバーに候補アドレスの使用承認を依頼する d a c プリック v e ス t 使用承認の依頼を受け取った DHCP サーバーは使用承認 d a c パックを送信すると同時にリース済みの IP アドレスとリース先の MAC アドレスのテーブルを 作成管理する。これにより、多数のクライアントをネットワークに接続する際、クライアントごとにネットワーク設定を手動で行う必要がなくなり、また、ノート PC などを複数の場所でネットワークに接続する合わせにも、ネットワーク設定を手動で切り替える必要がなくなるため、手間を削減できるメリットがある。問題点としては、 DHCP サーバーの設置が容易なため、混乱が起きやすい。例としては、今週ーマー用のブロードバンドルータを DHCP サーバー機能が有効なまま、既存の DHCP ネットワークに接続してしまうと、DHCP クライアントが間違ったアドレスを取得してしまう問題が起きる。フリーソフトの DHCP サーバーアプリケーションを実行することも同様である。また、 許可されていない PC を DHCP ネットワークでアニーに使用されないようにする運用がセキュリティ上必要になってくる。ルータやアプリケーションは動作デフォルトを適切にすることによりある程度の影響を回避することはできるが、検疫ネットワークの導入や L2 スイッチ、ブリッジなど OSI 参照モデルのデータリンク層、レイヤー2でどうする機器でのフィルタリングが有効な 対策手段となっている。逆に考えると、検疫ネットワークの導入に伴って、DHCP サーバー設置数が増えているのが現状である。クライアントから DHCP サーバーへ IP アドレスの割り当てを要求する DHCP ディスカバーなどのメッセージをブロードキャストで送信する際、クライアントと DHCP サーバー間にルーターなどの L3 スイッチが存在すると、 ブロードキャストパケットが超えることができないため DHCP リレーエージェント、DHCP リレーエージェントを利用する必要がある。DHCP によって IP アドレスが割り当てられるまでにやり取りされるメッセージは以下である。DHCP サーバーが実装されている環境としては大きく分けて以下の3種類がある。もっとも初期の頃から存在している。 サーバ実装であり、エスック版とワイド版の2種類がよく知られているが、ワイド版、DHCP サーバーは現在開発が終了している。Windows NT4 サーバー以降、Microsoft はサーバー OS に標準で DHCP サーバーを添付しており、現行の Windows Server ーー 2008R にでも標準で DHCP サーバーが付属している。 Windows 2000サーバーアイの DHCP サーバでは、アクティブディレクトリ環境においては、インストール後にドメイン管理者の承認を行わないと起動できないという特徴を持つ、非アクティバダードリー環境下では、この制限はない。この他に、第三者が開発した、Windows 95、98系環境で動作する、Windows 2000等でも動作する。 フリーソフトの DHCP サーバも存在する。2000年頃から増加してきた形態で、ルータ内部に DHCP サーバー機能を組み込んだものである。特に家庭向けのルータ、いわゆるブロードバンドルータでは必ずと言って良いほど実装されおり、現在家庭内で利用されている DHCP サーバーで最も一般的なものと思われる。 Windows 9X、Windows NT4X、MacOS などで DHCP のクライアントモジュールが標準添付されるようになり、広く利用されるようになった。初期の MacOS 9においては DHCP の仕様の解釈の違いからうまく通信できない場合があり、フリーズしたかのような症状になるという問題が発生した。この問題は後にバージョンアップで解決された。 DHCP は DHCP サーバの検索にブロードキャストを使用する関係上、通常はクライアントとサーバが同一ブロードキャストドメイン上にないと正常に動作しない。しかしながら企業や大学など比較的大規模なネットワークではサーバを一箇所に集中させたい等の理由で DHCP クライアントとサーバとが 全く異なるネットワーク上に設置されることがある。このような場合に使用されるのが DHCP リレーエージェント、DHCP リレーエージェントである。DHCP リレーエージェントはサーバー、またはルータ、L3 スイッチ上にブートップリレー、IP ヘルパー、DHCP リレーなどの故障で実装されている。DHCP ヘルパーとも呼ばれる。エージェントが DHCP クライアントからのブロードキャスト DHCP リクエストを受信すると、宛先 IP アドレスを設定されている DHCP サーバーのアドレスに変換し、送信元を事故の欄側、クライアントと同一サブネットの IP アドレスに変換して転送する。また、リクエストデータ内に事故 IP アドレスを書き込む。ここで注目したいのは、宛先 IP。 送信元 IP、データを書き換えるという荒行エレガントに言っていることである。DHCP サーバは転送されたパケットを確認し、データ内に書き込まれたエージェントの IP アドレスにより、割り当てるべきネットワークのアドレスを決定する。また、データ内のクライアントの MAC アドレスを読んで、リーステーブルを更新する。リースパケットは、パケットの送信元である。 エージェントに変身される。リースパケットを受信したエージェントは、宛先 IP アドレスを0.0、0.0に変換し、リクエストクライアントの MAC アドレスに向けたフレームにカプセリングして創出する。DHCP リレーエージェントを利用する際の注意点として以下の2点がある。DHCP ではあらかじめ確保された。 IP アドレスのプールから動的に割り当てを行う形が一般的であり、ブロードバンドルータなどに内蔵されている DHCP サーバー機能ではこの割り当てのみが実装されているものが多い。一方、高機能な DHCP サーバーではプールからの動的な割り当てのほかに、特定の端末に固定的に特定の IP アドレスを割り当てる性的な割り当てをう機能が実装されている。 性的な割り当てを行う場合、端末の MAC アドレスや DHCP のクライアント識別子で対象端末を識別する実装がある。いずれの方法でも通常配信された IP アドレスは DHCP サーバーからリース、対応されたものとなっており、永続的に適用できるものではない。対応期間の有効期限は DHCP オプションとして配信される。 オプションの値は32ビット値で単位は秒のため1秒約136年の間で指定が可能である。リース期間は延長が可能であり、リース期間の50%の時間が経過した際、T1 と呼ばれると87.5%の時間が経過した際、T2 と呼ばれるに延長承認を DHCP サーバーから L を動作させること RFC で定められている。 この機能によりリース期間が短く設定された DHCP 環境であっても DHCP クライアントが継続的に同一の IP アドレスを使用することが可能になっている。この有効期限を定めた IP アドレスのリースは最も一般的な利用方法であるがクライアントの種類、ノート PC、デスクトップと数、割り当て可能な IP アドレスの総数によって 適切な有効期は異なってくる。短くすると IP アドレスを効率よく使えるが、ネットワーク上に頻繁に DHCP のプロトコルが流れることになる。長くするとクライアントは安定して IP アドレスを保持できるが、使用されていないにもかかわらず割り当てできない IP アドレスが多くなる。一般にノート PC が多くて IP アドレスを一時的にしか使用しない。 ネットワークの場合は、数十分1いたち程度、デスクトップ PC が多く IP アドレスも十分に足りている場合は1週間以上とすればいいだろう。リース期間のオプションを配信しないことで、有効期間を無期限とすることも可能だが、この場合はリースしたアドレスが回収されないので、時々使用していない IP アドレスを手動で開放する必要がある。 IPv6 環境のための DHCP の使用 DHCPv6 が RFC3315 で定められている DHCPv6 は DHCPv4 とは互換性がないがその代わり IPv6 だけでなく IPv4 のアドレスを割り当てることもできる IPv6 では IP アドレスとネットマスクの情報をルータから 自動取得することができるが DNS サーバや NTP サーバなど他の情報も自動取得するためには DHCP が必要になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。